79.5 Radio Mayhem. Hello. Drive. Thursday. 皆さんこんばんは。本日木曜日のハロードライブハロドラは、チリの工藤遥とスポーツマンのカントリーガールズの関舞と猫なこぶしファクトリーの広瀬彩子の3人でお送りします。この番組は月曜日から金曜日まで現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今時の女子トークをお送りしていきます。はい、今回の自己紹介は船木結ちゃんが入れてくれた、はい、生まれ変わるなら何になりたいという、まあ割と定番なものですけども、うん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 、どうでしたか。チリ、あ、何でもしてるからですか。そう、すごくない、シリってなりたくない。まあそうですね、確かに、うん、でも怖いし、でもなんか結構待ってる時間が多そう。いや、そうそう、あんま話しかけてくれる人多くないかもしれないけど、なんか話しかけてきてくれた時に、うん、何でも知ってますよっていう、うん、なんだろうな、超ドヤ顔、絶対超ドヤ顔だと思うよ、シリってそう、なんかあの声だけ聞いてるとさ、うん、絶対自信満々に言っとるやんみたいな感じあるでしょ。だからあれやりたい。なるほど。でもシリってたまに笑ってって言うと笑ってくれるの知ってます。え、ちょっと怖っ。怖くない。いきなりなんか、たまにみたいな。そう、4回に1回ぐらいめちゃめちゃ上手に笑うんですよ。笑って、すみませんがそれはできません。なんて言ってます。笑って。わかりました。うふ、なかなか急には笑えないものですね。もっと上手にうまく笑える。しかもなんか男の設定になってんだけどある。なんで男性設定になってんだろう。へえ、面白いね。たまにそうなんです。あれ、私あちゃんのシール笑ってくれる。笑って。はははは笑って。へへ、こんな感じでしょうか。もっとうまく笑うでしょうな。友達やん笑って。うまく笑えたでしょうか。すごい、人間だわ。すげえ。これすごくないですか。すごい、めっちゃ見えた今。すごい、そう、これシズルにびっくりしちゃった。いや、もう井上レイちゃんがシリでめっちゃ遊ぶんですよ。あ、それの時にいきなり笑って、ね、え、やば。なんか可愛い女の子があはははってたよね。普通に人間でした。すげえ、やばい。知らんかった。面白い。じゃあちょっとなんかあの最上級のシリを目指そうかな、生まれ変わるから。いやですね、うん、トップクラスのシリになりたい。トップクラス、うん、私どうでこわ。私はスポーツマンです。はい、あの、まあ、これは生まれ変わるというか生まれてから努力するものだとは思いますけど、うん、やっぱ才能があるじゃないですか。まあ大事だよね、才能は。本当にオリンピック選手になりたくって。おー、何の競技。え、なんだろう、水泳か陸上あーですかね。おー、かっこいい。なんかもうだって世界中に注目されるじゃないですか、メダリストって。そうだね、なんか日本のなんか芸能人とかよりも絶対オリンピック選手の方がもう全世界が知るじゃないですか、うんうん、それこそ大坂なおみさんとか、まあオリンピックじゃないかもしれないですけど、もう全員が知るじゃないですか。トップクラスの選手ですから。いや、そういう人になりたいんですよ。なるほど、かっこいい。スポーツで輝きたい。なるほど、です。生まれ変わったらかっこいい。そしてあーちゃんは。私猫です。もうのんびりしたい。いや、もう寝てたいんです、ずっと。いや、いいよね。本当に羨ましい。もうずっと快適な冷房ガンガン、または暖房ガンガンのお家で丸くなって日向ぼっこしてたんです。私はぜひ大阪のスポーツマン見習ってください。本当だよ。もっとそういう人生もなんかいいかなと。確かに確かに、ね、今忙しく過ごしてますからね。人間もいいけど、そういうのを経たらまた人間のありがたみが分かるかなみたいな。確かに働く大変さとかも。じゃあまた来世だね。そう、来世また人間に戻ってくれると思います。なるほど。ということでね、本日木曜日はこんなメンバーでお送りしていきますので、最後までお付き合いください。ここからは木曜日限定コーナー、本日はハロー駄菓子屋ドライブ。イエーイ。このコーナーは最新の駄菓子から昔懐かしい駄菓子を紹介しながら盛り上がっていく深夜の飯テロならぬ菓子テロコーナーです。はい、今日もいっぱいお菓子が並んでいます。イエーイ。食べたい。ちょっとね、少なくなっちゃったんです。なりましたけどね。はい、はい、まだまだ、はい、まあ食べたいものがそれぞれあると思うんですけども、はい、残念ながら普通に食べさせてはもらえません、はい、はい、今からスタッフさんが用意したチャレンジをクリアできた人から好きなお菓子を選んで食べられるというシステムです。はい、はい、チャレンジの内容はクイズだったり簡単なゲーム
だったり運試しなどがあるんですけども、うん、あの今回もリスナーさんからチャレンジしてほしいゲームが届いているようなので、うん、ルーさん紹介お願いします。はい、ラジオネームヨン様からです。ありがとうございま す。ハロドラ木曜レギュラーの皆さん、こんばんにゃー。こんばんにゃ。最近の駄菓子屋ドライブではなかなか凝ったゲームをやっていますが現代に戻ってなぞなぞなんていかがでちかそれ絶対言わせたかっただけですよ、いかがでちかってそれだけだな、もう。じゃあ確かに凝ってた、なぞなぞやりましょうやりましょう、うん、正解するたびに1ポイント差し上げます。3ポイント選手で戦いたいと思いますので、はい、はい、あの謎謎が書いてあるね、こう紙があるんですけども、うん、はい、どうしますか。じゃあドゥさんから、じゃあ引きますね。はい、お願いします。じゃあ、はい、いきます。はい、今は、そうです、間違えました。おやつは3時、今は何時。あ、分かった、これ知ってる、これごめんなさい、知ってる。えよ、2時、はい、やった。え、なんでなんでなんで、これ、この間小田さんが出してたんです。何時とひらがなで聞いているが、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。なんだっけそれ。あの、おやつは、まあおやつは3時に食べるじゃないですか、うん、で、今は何時の何時が、あの、おやつは3時って言ってるので引っかかるんですけど、あの、時刻じゃなくて、時数の方の時なんですよ。あー、なるほど。だから、2文字だから2時。あ、そうだそうだ。そう、この前小田さんが、小田さんが出してた、みんなに出してました。そんなタイムリーな、その時に考えまくって分かったってなったんですよ。そうだったんだ。これはちょっとでもずるいですね。どうだろう、私申し訳ない。ということで、まあ、あーちゃんが1ポイントゲットです。はい、じゃあ続いておせこいく、はい、いきます。はい、はい、これ普通にこれ、そう、それだけ開いて、はい、いきます。あるものを使うと誰でも3つ年を取ってしまいます。それは何。え、あるものを使うと3つ年を取ってしまいます。あるものを使うと、うん、え、何何何何、待って、分からん。3つ年、あら、こういう時頭超硬いから分かる。3つ、はい、3つBGM が消えた。待ってあるもの、え、待ってあるものを使うとでしょ。え、待ってあるものを使うと3つ、これ3つっていうの多分大事ですよね。3つ年を取る、3つ年を取ってしまいました。難しい。ヒント見ません、ヒント見よう。はい、普通に全部平気。はい、夏に使う体に塗るもの。え待って、分かんない。え、夏に使う3つ年を取る、あ、はい、ごめんなさい、ちょっとうるさかった、ごめんなさい。はい、あ、じゃあサンオイル。あー、やっ、サンオイル。あー、やった。やばい、全然わかんない。全然わかんない。日焼け止めかなって思ったんですけど、いや、そう、日焼け止めしか思い浮かばなかった。無比しか出てこなかったよ。無比って、えって思っちゃった。難しい、こんなサンオイルはすごい。え、全然出てこなかった。あーちゃん、すげー。ということで、あーちゃんが今優勢、うん、次ね、はい、もうあと1ポイント答えたらもう息抜けですから。じゃあ、やばい、そんなあーちゃん引きましょう。はい、やばいやばいやばい。じゃあこれにします。あ、いいよ、ごめんなさい。絶対勝つ。はい、いきます。はい、たくさんこぼしても減らないものって。は、いや、むずくないか。こぼし、ちょっと待ってくださいね。こぼすでしょ、たくさんこぼす。こぼす、はい、はい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 。あ、いいよ、マジおつこいちゃん。こぼす、でもこぼすって違うかも。いい、あ、違うわ。はい、ちなみにね、何思ってたの。エクボ違う、じゃ落とすだもんね。でも違うかも。あーちゃん、じゃどうぞ。愚痴。あ、え、待って、減るかもしれんやん。こぼしたら減るかもしれんやん。あ、合ってるんですか。やったー。いや、笑みをこぼすとも言いますよね。そうですね、2つ正解があったのかもしれない。まあ、私はエクボって言いましたけど。じゃあどうぞ次。はい、じゃああーちゃん。え、マジかよ。やった。あーちゃん、2つでいいですかね。じゃあ2つ選んどいて。嬉しい、考えといてね。じゃ あ私当然こう、もうこれはさ、次答えられた人のが2位にしよう。そうしましょう。そうしよう。じゃあ春引くね、ラスト1。はい、よし、いきます。じゃあ妖怪煙。観光旅行の費用に含まれている飲み物とは。え、費用、あ、費用ってお金か。観光旅行の費用に含まれている飲み物というとは。待って観光旅行の費用に含まれている飲み物とは。はい、あー、もう分かんない。缶コーヒー。じゃあちょっとヒント見ますね。観光旅行の費用を略して缶コーヒー。イエーイ。缶コーヒー。あ、
缶コーヒー、なるほど、やったー、あーなるほど、缶コーヒーを、観光旅行の費用のこと缶コーヒーって言うから缶コーヒーで、うんうんうん、あ、なるほど、やったー、ということで私2抜けです。まさかねえ、この3人でね、2回連続じゃん、あのこれやんの先々週ぶりなんだけど、うん、おぜくは食べれないのかわいそうということで、はい、これ答えれば一つ差し上げたいと思います。ありがとうございます。なぞなぞ、どんなものでもすぐ見つけてしまう猫は。さあ、猫を飼ってるおぜくなら答えてほしい。どんなものでもすぐに見つけてしまう猫、りゅうくんとめいちゃんではない。え、待って、どん、もうそれは確実だ。どん、待て待てね、どんなものでもすぐに見つけてしまう猫。うん、猫、キャット待て待て、猫、猫、猫ですよ。な、ま、待て待て、あれ分かったかもしれない、これ。え、どんなものでもすぐに見つけてしまう、見つけてしまう、見つけるもの、うん、見つけるものってなんだ。ヒントいりますか。はい、じゃあヒント差し上げますね。見つけたときなんという。見つけた、みっけ、みっけね、みっけ猫正解、みっけ猫でした。やった、みっけ、みっけでした。はい、やばい、え、いいんですか。おぜこにも1個あげましょうね。やった、ありがとうございます。これみんな1個ずつですか。あ、じゃあ2個いいよ。あ、じゃあ2個いいんですか。やった、あ、じゃあ1個妖怪煙でしょ。って妖怪煙です、1個どうしようかな、どうしようかな、何でもいいよ。何でもいいな。桜大根ってどんな味するんですか。酸っぱい、ちょっと酸っぱい、酸味のある。あれ昔さ桜大根の思い出があってね、すごくくだらない話なんだけどあーちゃんが選んでる時にちょっと喋りますね、はい、あの桜大根、なんか近所にちょっと強いお、ね、年上のお姉ちゃんがいてなんかちょっとなんかやっぱ年下に厳しかったの、はい、なんか知らないけどねなんか駄菓子屋にみんなで行って帰ってきた時になんか春置いてかれて、はい、で買ってきたよ、はるかちゃんの分もつってくれたのが桜大根だったのねでもね、なんとかじりかける桜大根だったわけ。半分にいじめられてんだよこれめっちゃ強いじゃないですか。しかも全然美味しくないの桜大根って。そうなんだ。その時の私はもうやっぱ苦手だったんだよね、味が。多分子供ながらに得意じゃなかった、多分あれだ、うん、漬物だったから苦手だったの。そうですよね。でその後悔しくて普通に桜大根をふと思い出した時に自分で買って食べたら美味しかったよあ、そうなんですか。なので桜大根にします、はい、決まりました。私もいちご大福。懐かしい。なんでかじりかけの桜大根渡してきたんだろう、春に。いや絶対絶対不親切ですって。だって私漬物系食べれないの知ってたもん、あの人。ダメだったんですけど、ちょ最近克服しまして。そう、それでまたこの間なんか近所の駄菓子屋で桜大根を買って食べた時に、桜大根って美味しいんだ、美味しかったんだな、やっぱちっちゃい時食べれなかっただけだったんだなっていう感想でしたね。これこのなんか粉みたいなやつって何なんですか。ラムネじゃない。ラムネなんですかね。多分そうだよね。ねえ、じゃあこれにしてみよう。はい、ということで、はい、無事みんなお菓子をゲットすることができ、できました。あーちゃんは早速妖怪ゲームで遊んでいます楽しいですということでね、今回は謎謎で、うわすげえめっちゃ飛んでくる今回は謎謎で対決しました。はい、ありがとうございました。続いてのコーナーはこちら、普通歌係。このコーナーはリスナーの皆さんからいただいた質問や、ちょっとこれ聞いてや新コーナーのご提案などなど、さまざまなお便りを紹介していきます。はい、はい、まずはこちらから。ラジオネーム可愛くててごめんね、尾関舞さんからです。ありがとうございます。お菓子大好き木曜メンバーの皆さんこんばんはハロープロジェクト誕生20周年記念シングルイエイエイエイ憧れのストレスフリー花竹縄の時、3曲の MV が公開されましたね、うん、総勢50名以上のレコーディングや MV 撮影は大変だったと思いますが、撮影などでのエピソードや改めて発見した他グループメンバーのことなどありましたらぜひ聞かせてください、だそうです。なるほど、はい、でも大変。いやとにかくすごい人数で、いやもうすごい人数です。大変だよね、本当に、うん、私もね一回そのモベキマスができた時に入ったので、はい、ブスにならない哲学、まあ、ミュージックビデオとかいないんですけど、まあ、テレビ番組の収録とか、はい、あとやっぱ全員で撮影する機会があったんだよね、はい、あのさ丸分かりブックあるじゃん、はい、ハロプロ丸分かりブックっていうのがあるんですけど、はい、あれ私が入った頃ね全員での集合写真があったのよ。へえ、そうあって年齢順とかガチの年齢順とかで並んでみたりとかして、うん、結構やってて、その時も大変だったけど多分30人ぐらいだと思う、うん、え
だってモーニングが12人でその時、はい、でベリーズさんが7人でしょ、はい、その19でキュートさん5人24人マノさん25人、アンスマイレージ当時あでも2期がもういたからスマイレージが8人とかだった31人と、とか32とか3ぐらい、うんうん、35いないぐらいだったね確か、うんうんうん、その時でもすっごい大変だったけど55人でしょ、いやもう本当大変、プラス20人でしょもう超大変ですよねきっと、超大変でしたね、しかも2人のさちょうど間じゃん今、いやそうなんですよ、だから真ん中なんです、先輩にメンバーもねいて気も使うし、はい、大変なことはあったと思いますけれども、まあそんな中でね見どころとか頑張ったところとかあったら、でもあのイエイエイエイのミュージックビデオ撮影がやっぱり一番時間かかったんですけど、はいね、でも結構楽しくて、撮影の合間とかにやっぱりその他のグループのメンバーさんとかもすごい近くにいたりするので、うん、それですごいお話ししたりとかして結構楽しかった思い出ありますね、大好きな加賀さんにも会えてそうですね、あのそうですね、はい、急になんか照れるのやめてもらっていいですかそうでも加賀さん、そうです、最近ようやくあの緊張しないで喋れるようになってきました、お、あの緊張しないふりは1年前ぐらいからできるようになったんですけど緊張しないで自分から話しかけに行くっていうのは、うん、今回のハロプロのコンサートぐらいでできるようになって、お、うん、もうでも MV の頃は全然、でもだいぶだいぶぐらいです、あーよかったじゃん、うん、でも本当にでもやっぱりグループも多いので、そうだね、空き時間も多かったです、あ確かに、撮影時間も長かったけど、うんうんうん、なるほど、どオゼコはどうでした、いや前はあの本当にジャケット写真に注目してほしい、もう大変だよ、あのイエイエイエイのそのジャケット写真を撮るのに1日かかったんですよ、大変だよ、あのダンスのそのなんだろう、そのダンスシーンは、うんうんうん、そのまた別の日で1日あって、うん、だから2日間かけてできたものなんですけど、はい、もうそのジャケット写真が本当に本当に大変で、なんかこう上から撮っててなんか全体的に円になってるような感じで、うんうん、ハロプロメンバーが並んでる感じで、うん、まあ、撮ったんですけど、なんかもうなかなかうまくいかなくって、一人が少しずれるともうダメで、はいはいはい止めますみたいな感じで、うん、なんかもう1枚シャッターを切るのに10分ぐらいまずかかるから、もうそれで何百枚も撮ってたから本当に本当に終わりが見えなくって、だって13人で撮ってる時でさえあの3列並びとかになるともう超微調整じゃんあれ、はい、それだけでも大変だったのに、うん、もう55人ね、何倍何倍も、ね、何倍何十倍で時間がかかったと思いますけど、はい、あったので、本当にジャケ写がもしかしたらあれがもう奇跡の1枚かもしれないので、そうだね、本当に、本当にそうだよ、本当にあのぜひちょっと注目してほしいです、なるほど、はい、なるほど、まあ、みんな時間をかけてね、はい、作った3曲になっているということで、はい、ぜひぜひ皆さん細かいところに注目してみていただけたらなと思います、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、じゃあ続いてのメッセージいきましょう、はい、ラジオネームトヨタのトミーさんからです、ありがとうございます、初投稿です、こんばんは、ありがとうございます、皆さんメールの冒頭でこんばんハローとか言われていますが、うん、掛け声に決まりがあるんでしょうか、うん、おじさんはそういうのよくわからないです、うん、ということで、もうこんばんトミーやそうです、こんばんトミー、こんばんトミーでいいです、トヨタのトミーさんのこんばんトミー、こんばんトミー、それだよ、最高ですね、もう多分ね、あのトヨタじゃなくなってもこんばんトミーできたら、ああトヨタの人だって思うもんそうですね、これめちゃくちゃいい、いいワードですよね、いいよね、こんばんトミー、こんばんトミーでめちゃくちゃいいですよ、だってなんか別にさ、こんばんハローとかさ、まあ正直こんばんハルカとかもさ、あんまりかかってないっちゃかかってないから、そうですね、うん、だってなんだっけ、ま、マリアとか牧野マリアちゃんとかもわけわかんないことよう言っとったからさ全然平気だと思うそうですよ、そうそう、なんでも OK なんです、で、うん、いやでもこんばんトミーでぴったりですね、うん、ぜひこんばんトミー使ってください、うん、はい、はい、よろしくお願いします、決まりました、使ってくださいはい、はい、決まりましたはい、以上です、はい、ありがとうございましたはい、ハロドラではこんな感じで皆さんからの質問や私たちに聞いてほしいちょっとしたことなどいろいろお待ちしています、はい、宛先はハローアットマークレディオハイフンネオドット JP、 HELLO アットマークレディオハイフンネオドット JP まで、初めてのメールね、あのトヨタのトミーさんのように初めてのメール大歓迎です大歓迎です、読まれる確率が上がるらしいのでぜひお待ちしています、そして件名は、何曜日のハロドラの何のコーナーかというのをね、件名に書いていただけるとディレクターさんが助かります。
深夜24時からお送りしてきましたハロードライブハロドラ、そろそろお別れのお時間です。はい、今回はなぞなぞという、はいはい、まあね、なかなかやってる気がするけど意外とやってないんじゃないかな。そうなんですよね、ゲームでしたけど、うんうん、意外とおせこの頭が硬かったねめっちゃ硬かった。意外とこういうところ柔軟じゃないのかな、おせこ。そうですねちょっと悔しいです本当にはい、さてハロドラではツイッターで番組に関するツイートもお待ちしています。ハッシュタグハロドラをつけてツイートしてもらえれば私たちが漏れなくチェックしますのでよろしくお願いします。はい、そしてハロドライブの番組ホームページもチェックしてください。レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。はい、それではここで少しお知らせをしたいと思います。はい、現在私が出演しています怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 決殺戦隊パトレンジャー、次回は36話になります。36話はですね、なんとチョーカーがキーワードになってきます。うん、このチョーカーがもたらすのは不幸なのかそれとも幸せなのか、うん、さあどっち、そんなお話になっております。はい、ぜひチェックしてください。そしてあさって10月13日にはですね、工藤遥ソロカレンダー2019が発売になります。はい、こちらはですね、全部今回新たに取り下ろししまして、うん、今まであんまりやってこなかったことにも挑戦していますし、一気に見たいけど、うん、いやこれは絶対なんだろう2ヶ月に1枚なの、あの壁掛けのサイズなので2ヶ月に1枚なので、あの枚数がねそんな多くはないんですけど、ぜひぜひ1ヶ月越しのはるちゃんと思って1枚ずつ、いやいい、時間が経ってからめくっていただければ。マジで本当に買った方がいいですよ。本当に素晴らしいですこれ聞いてる人みんな買った方がいいです。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、そしてカントリーガールズは11月5日に ZEP 東京にて4周年記念イベントを行わせていただきます。はい、はい、もうとっても気合が入っておりますので皆さんぜひ遊びに来てください。そして私たちこぶしファクトリーからもお知らせがあります。4月からずっと回らせていただいているこぶしファクトリーライブツアー2018社員こぶし魂がまだまだ続きます。10月の31日からまた吉祥寺クラブシートを皮切りに再開されまして、12月までずっとツアー続きますので、ぜひ全国各地いろんな場所行かせてもらいますので、ぜひね、まあ東海地区ではないんですけれども、お時間空きましたらぜひお越しください。そしてハロープロジェクト全体のお知らせになるんですけれども、先ほども少しお話ししましたが、9月26日にハロプロオールスターズの誕生20周年記念シングル、イエイエイエイ憧れのストレスフリー花竹縄の時がリリースされました。うん、はい、3曲ともとても素敵な曲なんですけど、私的にはアディショナルトラックのハローヒストリーという曲がですね、あのヒャダインさんが作詞曲を作ってくださったんですけれども、とってもあのハロープロジェクトの今のグループをねの紹介だったりとか、すごい今のハロプロを知れるような楽曲になってるので、はい、そんなところにも注目して聴いていただけたらなというふうに思います。イベントもたくさんやるのでお待ちしています。はい、そして10月20日土曜日、そして21日日曜日に、西の国熊谷ドームにて里山里読み水にゃおざね祭り in 熊谷が行われます。そして同時開催されているハロープロジェクト 20th Anniversary ハロープロジェクトハロフェス2018が行われます。はい、はい、このハロフェスはですね、あの歌合戦をハロープロでやるということで、うん、私たちもすごく楽しみにしていますので、あの皆さんもぜひ遊びに来ていただければなと思います。はい、その他の詳しい情報はハロープロジェクトのオフィシャルホームページなどをチェックしてください。明日金曜日は道重さゆみさん、アンジュルムの笠原桃奈ちゃん、川村彩乃ちゃんの3人でお送りします。明日も深夜24時からチェックしてください。それではハロードライブハロードラ木曜日、ここまでは工藤遥とカントリーガールズの関舞とこぶしファクトリーの広瀬彩香の3人でお送りしました。それでは皆さん、また来週。